ルイルネ・ードアールド・ロアンは、フランス王国の聖職者。ストラスブールの数奇教ロアン・ゲメネ・クゲの一員として、パリに生まれる。同家は1704年以来ストラスブールの司教職を、世襲しており、1760年に聖職に就くと、すぐに、おじであるコンスタンティーヌ・ド・ロアン司教の助手となる。さらに、エジプトのガノー・スの司教の名義を取得している。また、 1761年には、アカデミー・フランセーズの会員にも選出された。当時、デギュイオン公は、オーストリアとの同盟に反対する、政治的一派を率いていたが、ロアンはこれに参加し、1772年には、プロイセン及び、ロシアとオーストリアが行っていたポーランド分割に、関する情報を収集するため、ウィーンの大使館に派遣された。 しかしその派手な生活態度が、マリア・テレジアの反感を買うこととなった。1774年のルイ15世の正去後は、ウィーンから召喚され、新たな役職に就くことはできなかった。しかし、その一族の影響力は大きく、1777年には、聖バースト修道委員長に、そして1778年には、ポーランド王。 スタニスワーフ・ボニャトフスキの指名で、数奇教に就任した。さらに、1779年には、おじの後を継ぎストラスブールの司教に就くとともに、ノワールムティエおよびシェーズデューの修道院長にもなった。ただ、聖職としての義務よりも華やかな暮らしを好み、生活の主要な拠点は、パリにあった。当時フランスでは、国家財政の破綻が目前となり、 財政改革が勝利の急となっていたが、シュルゴの失敗の後就任した、ネッケルもこれを解決することができず、カロンヌ、ロメニード・ブリエンヌが相次いで財務総監に就任していた。ロアンはこれらの機会に、自らの財務総監就任を狙っていたが、ウィーン時代の生活態度から王妃、マリー・アントワネットとの関係が疎遠であり、その関係の改善が、 財務総会への道を開くと思われていた。それを利用され、1785年の首飾り事件では首飾りを購入するための保証を与えたばかりか、宮殿内でミサの直前に事件の首謀者の一人として逮捕された。高等法院による裁判では計画の関与は否定されて無罪となり、王妃マリー・アントワネットへの勝利者として、 大衆の熱狂的支持を得るが、国王類16世は、ロアンを国外追放処分とした。もっとも、その処分は一時的なもので、すぐに、ストラスブールへは、戻ることができ、事件後も続いた人気から、1789年には三部会の、議員に、第二身分の代表として選出された。しかしその議席を拒否し、さらに1791年には、 聖職者基本法への宣誓を拒否して、教区のドイツ側であるエッテンハイムへと出国する。その後は、資材を用いて、宣誓拒否僧侶の出国支援を行った。1801年に、ストラスブール司教を退任し、公職からも退いた。ありがとうございます。